多くの人が脂肪肝の状態にあるため、痩せにくい原因の一つになっている。糖質の過剰摂取が原因で起きやすいが、それと気づかず、生活している人が多いです。脂肪肝になると、肝臓の機能低下で、有酸素運動効果が十分に発揮できません。だから、脂肪肝改善からダイエットを始める必要がある。高カカオチョコレート、緑茶、アスパラガスなどの食事法で、脂肪肝を改善し、適度な運動で、体型変化が期待できます。脂肪肝改善のための、高カカオチョコレートと、緑茶の摂取方法。高カカオチョコレートは、カカオ含有量が 70% 以上のものを選ぶ。1日3回超昼夕食前に各 5g ずつを食前に摂取、血糖値の上昇を抑え脂肪肝改善に効果的。緑茶は1日 500ml 程度ペットボトル1本分を飲む。食前 100ml 程度は特に血糖値上昇抑制効果が高い。より効果が高いのは急須で歯も含めて飲む方法。使用済みの歯は酢などで味付けし野菜として摂取。以上が脂肪肝改善を目的とした高カカオチョコと緑茶の飲用方法です。